僕にはずっと後悔していることがある。初恋の愛ちゃんに思いを伝えられなかったこと。彼女は僕が思いを伝える前にこの世を去ってしまった。あれから何年も経ったけど、未だに彼女のことを忘れることができない。まだ好きなんだ。この気持ちを彼女に伝えることができたら。そんな夢みたいなことを考えていたとき、僕はイタコという死者の霊を自分に憑依させることのできる人のことを知った。もしかしたら半信半疑で僕はイタコの元を訪れた。すいません、お願いします。はい、こちらの女性なんですけれども、高瀬愛と言いまして、はい、この方ともし可能ならちょっと話したいなと思いまして。わかりました。大丈夫ですか？はい、お願いします。あら、彼女成仏できずにまだこの世に泊まってますね。本当ですか？この世にいるんですか？はい、ずっとあなたの後ろにいますよ。後ろ？はい。え？本当ですか？はい。見えるってことですか？後ろにいます。まあ、直接彼女に話を聞くと良いでしょう。わかりました。お願いします。今呼び寄せてみますね。はい。難しいですか？来てますか？しんくん、久しぶり。え？愛ちゃんなの？うん。本当に本当に愛ちゃん会いたかった。なんか嬉しい。俺もずっと会いたかったから、なんかこうやって、うん、本当に話してるの夢みたいなんかね、はい、ずっとジンくんのことを好きだったの。愛ちゃんが？そう。でも気持ちを伝える前にあんなことになっちゃって、だからそういう理由で成仏できなかった。え、実は俺がさ、愛ちゃんをここに呼んだのも、うん、俺ずっと前から、愛ちゃんが亡くなる前からずっと愛ちゃんのことが好きで、その思いを伝えようと思ってたのに、うん、本当？愛ちゃん俺のこと好きだったの。なんか嬉しい。でもずっと俺の後ろでそう、よく見てたの、俺の行動を。そう、ずっと見てたよ。え？ずっと。ちょっと、マジでちょっとなんか、え？大丈夫かな？なんか俺、変なことだね。四六時中、ずっとってこと？そう。なんか、ジンくんが、うん、エッチなことしてるのを見てたからね。マジで。すげえ恥ずかしい。見てたの？見てた。マジでちょっと勘弁してよそれ。なんか見てたやつの、うん、ビデオの、うん、真似してみてもいい？え？そう、ずっと後ろにいたから、いつも一緒に見てたの。ああ、それで、ちょっと俺と、ちょっとしてみたいなっていう風に、うん、そう。本当に？いや、俺も、ちょっとね、うん、俺実はそういう経験ないんだけど、初めてが愛ちゃんなら、ぜひちょっと、うん、お願いしたい。私も初めてだから。
うん。